オーバキリンは、ブラジル南東部に分布するサボテン科の、反落用紅葉樹である。サボテン科の中で最大の葉を備える、種の一つで、葉のサイズは、最長で30センチメートルにもなる。ローズカクタスやサクラキリンの名で流通している。オーバキリンは、ブラジルのリオデジャネイロ州、ミナスジェライス州、エスピリトサント州を中心に分布する。 見た目は普通の木のようであり、一見サボテンには見えないが、葉脇には確かにシザがあり、サボテン科の植物であることがわかる。葉に隠れて目立たないが刺シを備えており、特に古い枝には非常に多数の数の棘が密生する。丈夫で繁殖力旺盛、鉢植えでも開花する特性のため、熱帯アメリカを中心に世界各地に移入されている。本種の栽培品の中には、 差しがないものもあり。これには全くサボテンの趣はない。体感性に、やや難があるため、日本では、西日本や沖縄といった南関東以南のサボテン愛好家を中心に少数栽培されるのみで、ある。和名は、本種よりも先に導入された同族の木キリンや、桜キリンに準じたもので、大葉は、ラテン語の学名の翻訳。学名の種称名は、 ラテン語のグランィスとフォリアを合成したもので、葉が大きいことに由来している。本種はサボテン科の原始的な特徴を残している。この葉サボテン赤に属しており、サシに変化していない葉を持っている。2から5メートル、最大で10メートルに達する乾木で、他の樹種に混ざって生える。民家の軒先に植えられていることもある。生息地の一般的な気候は、 降水量 1200mm、平均気温摂氏23度の熱帯気候である。大多数のサボテンが幹を太らせ、水を蓄える適応を見せているのに対し、本種は硬くて、細い枝に、普通の葉をつける。それでも乾燥に対して、他の大多数のサボテンほどではないがかなり強く、寒気のある地域、あるいは干ばつに対しては葉を落として耐える。 CAM 型光合成の経路自体は持っているものの通常時はカルビン回路のみで二酸化炭素を固定している枝には若干の気候が存在し長期間緑色を保つこれはこの葉サボテン属ミナカタ種の特徴でありより原始的な北方種に比べればいわゆるサボテンに近い特徴である葉の脇には通常のサボテンと同様しザがあり 時間の経過とともに刺しを増やしていく。シザは3から7ミリメートルで、茶色のふさふさにこんもりと覆われる。かなり長い間活動し、刺しや葉を出し続ける。刺しの数は、主観で90本に達することがある。刺しは、長さ1から6.5センチメートルの針状で、焦げ茶黒色。刺さると非常に痛い。一般的に後から出てきた刺しの方が長くて太い。 葉は9から23、4から6センチメートルの楕円から槍り通らん系。右上の葉脈が目立つ、やや明るい緑色で、アシュウイオラケアはやや色が濃い。このハサボテン赤の中でも特に大きい。実生地では食用に供されることもある。一定以上の乾燥または低温にさらされると葉を落とすが、条件が良くなると膝から刺しではなく直接葉の 形成を行い、急速に葉を茂らせる。これは銅目のディディエレアカ植物が、雨季に単子葉を派でするのによく似ている。オーバキリンの花左が、元アッシュの花。ピンク色の花が、群解している。右が、アッシュイオラケアのつぼみかきは、春から、初夏、時折秋にも開花する。三房花女で、3から5センチメートルのバラに似た桃色の花が、 枝先端に多数分解する。同族の桜キリンほど大きな花ではないが、多数の花を咲かせる。栽培下での開花も容易である。果実は緑色または、木から赤色で4から10センチメートル、枝の先端が膨らんだように見え、さらにふさなりになる。熟すと動物に食べられるか、そのまま落下する。6ミリメートル前後の黒い種子が内部に含まれる。 未熟な実は非常に渋いが完熟したものは香りが良く時に食べることもある。アシュウィオラケアは果女の色に明確な差があり、法要が紫色、花が紫がかった桃色に着色することが特徴となっている。分子系統解析からこのハサボテン族は側系統であり、原始的な北方種と柱サボテンなどに近い南方種の二つに大きく、 分けられると考えられている。北方種をローデカクタス、南方種をペレスキアに分けることもある。オーバキリンは南方種の方に属しており、分割されたとしても学名に変更はない。南方種の中では、桜キリンなどに近い仲間で、木キリンなどとはやや離れている。海分類としてニア種を含むブラジル東部から南東部に広く分布。方葉は緑色で、 桃色の花を咲かせる。葉は明るい緑色で、刺しはクリーム色から焦げ茶色。ミナスジェライス州、エスピリトサンと州に分布。元足と形態的な違いはほとんどないが、紫色の包容と紫がかった桃色の花を咲かせる。葉の色は濃い緑。刺しは若い時や赤色で、後に黒くなる。熱帯アメリカでは、 観葉植物として栽培されるほか、刺シを生かして、有刺鉄線の代わりに、生け垣として利用される。はや実は食べられることもあるが、それほど美味しくはない。繁殖は、種子繁殖、枝刺しで用意。このハサボテンの中では、寒さに強い方だが、体操性がなく、栽培は団地に限られる。伊豆シャボテン公園にある数メートルの大木が、日本では、 最大級の株である。桜リンの名でも流通することがあるが、本来の桜リンは、同族のペレスキアネモロサのことであり、混同されている。また、ヨーロッパで栽培される、バラキリンとも混同されていることがある。オーバキリン伊ズシャボ天公園清水 P58、同族のペレスキアブレオもローズカクタスの名で流通しており、欧米では混同されている。なお、P ブレオは、 熱帯雨林性のため温帯での越冬、開花が極めて難しく混同される理由となっている。桜キリンとは本来は禁煙なペレスキや根もろさのことであるが本種が桜キリンと間違われ流通することが 多いルーオンベルガープ、113,115から116,118。清水 P55 ハットルーオンベルガープ、115ハット、ルーオンベルガープ、111日本で言えば、石垣市の気候とほぼ同じハットエリカ、J. エドワーズマイケル J., ドンナヒュー、ペレスキアザ。オリジンオブザカクタスライフフフォーム。ザ、アメリカンナチュラリスト167。 777-793ノーベル PS ハートソックトルコリラハイドロゲンオキシジェンアンドカーボンアイソトープレーシオズオブセルロースフロムサブマージドアクアティッククラスレーションアシッドメタボリズムアンドノンクラスレーションアシッドメタボリズムプランツプラントフィジオール80-913-7レオネル・スターンバーグマイケル・ジェデニロジョン・イ・キーリー リーフステム CO、アップテイクインザスリーサブファミリーズオブザカクタシ、プラントフィジオール76、68-70、ABCDEF ルオンベルガープ112、AB ルオンベルガープ116エドアーズ EJ、ニッフラー R、ドンナヒュー MJ、ベーサルカクタスファイラジニー、インプリケーションズオブペレスキアパラフリー、フォーザトランジションツーザカクタスライフフォーム、アム。 J-BOT 92 1177から88伊豆シャボテン公園清水 P57 ただし、自生地はアルゼンチン。ありがとうございます。